長い間ファンから白い悪魔として親しまれてきた、都営浅草線発の新型車両5300型。1990年から1997年にかけて8連で27編成、合計216両製造され、その大半は110キロ運転対応であったが、その中で唯一120キロ対応の車両、5300型最終造、美車 5327F が運用離脱し、7月10日、廃車改装されることとなった。予定では来年の3月2日であったが、老朽化が進んでることや、1編成だけ高速運転仕様のため、他と異なった仕組みのため引退が決まった。動画途中ですが、この続きは、いつもの注意確認してから続きをお楽しみください。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。いつものことですが、続きをご覧になる前にこの注意事項をご確認ください。というわけで、今日で 5327F が車庫におられるのは今日が最後というわけで送別会します。あれ?ここに都庁から差し入れが届いてますよ。何かな?あ、お酒とコーラとフライドチキンピザまで。というわけで今日はいっぱい飲んで食べるぞ。何せ妹の最後だし、盛大にやらないとね。先輩にはお世話になりましたので今日、先輩のお酒を継ぎします。ありがとうございます。じゃあ生と氷結お願いしていい?あ、かなりぬるいので、近くのスーパーでロックアイス買ってきます。さて今日は盛大に楽しんで、あと食べながらでいいのですが、最後に 5327F の記録をご覧になさってください。動画数が少ないのですが、最後までお楽しみください。ありがとうございました。降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。